白子温泉は千葉県朝鮮郡白子町にある温泉。付近は千葉県立九十九里自然公園に指定され、白子の砂風呂が房総の魅力500選線に選定されている。天然ガスの産出地であり、源泉に要素を多く含むのが特徴である。沿線の看板千葉県の太平洋側に面しており、九十九里浜の南端付近の海岸近くに温泉地が広がる。 5つの海水浴場やテニスコートリゾートホテル、民宿が海岸沿いに並ぶ。旅館、ホテルの数は17件存在する。一部では日帰り入浴をやっているところもある。砂風呂を名物としているところもある。海岸沿いには国民宿舎、白子層があり、その隣に町営の日帰り入浴専用施設である白子町アクア健康センターが存在した。 テニス合宿やテニスの全国大会の開催など、白子町はテニスのメッカとして知られており、テニスコートは室内コートなどを合わせて合計340面ほどあり、専用コートを持つ宿泊施設も多い。また、付近には町名の由来となった白子神社があり、桜の名所としても有名である。温泉の開け湯は1989年である。 2000メートルボーリングして源泉を開発した。また、白子温泉の泉室は全国的にも珍しい要素を含んだナトリウム塩化物泉が湧き出している。要素は通常うがい薬や消毒に使われるもので、白子町はこの要素が年間1000トンほど産出している。古くから九十九里浜に位置し、白車聖唱を歌われた名所で今もその面影を残す。 温泉地となっている。わずかに黄色がかっていることから、黄金の湯とも称され、美肌効果や、保湿効果に優れている。砂風呂は、この地で採掘される天然ガスを利用して、古くから存在しており、砂風呂は、鹿児島県イブスに次ぎ約40年の歴史があると、される。白子町テニスで遊ぶ、www.shirako.or.jp 2019年4月9日閲覧。温泉の歴史白子温泉温泉ナビ。www.onsen-navi.net。2019年4月9日閲覧。白子温泉ホテル組合。ありがとうございます。